来たらですね、今日はね、刺身をね、いろいろ作ってるんですけど、もう冷蔵庫に入ってるんですけど、早いうちにね、刺身炊くの作ったんですよ。ね、で、あそこにトロとハマチがありますけど、これをですね、後で漬けにします。漬け用のタレは、渡辺さんの秘伝のタレが、そのバターの下にありますよね。バターの下、右のバターの下。それはしっかり行き過ぎですね。これです。そこですね。はい。でそれに後でつけますので、でのそれをですね、まあチラシ風にしたいということなので、今からその錦糸卵を入れたいということなんでね、やっぱり錦糸卵を作りますよ。はい、そしたらですね、これから渡辺さんに漬けですけども、ここにですね、中トロと、カンパチがあるんですね。これをですね、ここにある渡辺さんの持ってきた秘伝のタレで漬けてもらいましょう。これ中トロですね。中トロですよ。いいところですね。いろいろ入ってますけどね。そしたら錦糸卵をね、切りましょう。ちょっとね、きれいに焼けてられなかったけどね。最近ね、全然飲んでなかったんですよ。ビール、お酒を。今日ちょっと飲んでみたいと思いますね。美味しいから飲んでみましょうね。刺身盛りはね、早い時間に作ってましたよ。これはカンパチの刺身ね。こちらカンパチとトロが入ってますのでね、これ今から食べたいと思いますね。でこれが終わってから、あとまたこの漬け丼がありますね。でそれが終わったら、どうしたら茶そばかなって言っておきます。はい、ね、はい、グッドです。さあ今日は渡辺さんゲストで来てくれてますよ。はい、そしたらお水で乾杯にしましょう。今日はね、はい、まずはお水で。今日ね、渡辺さんもドライブでして来てくれてますので、私はちょっと今さっきね、一口ビールの飲みましたけども、まあ水でね、乾杯です今日は。はい、そしたらね、まあ、はい、ようこそ。乾杯。はい、ありがとう。水、いただきます。はい、どうぞ。僕まだトロを食ってないんでいいですか。やっぱり、渡辺さんやっぱりそこから行くよね。そのトロ、やっぱりそこから行っちゃうか。これは醤油でしょうね。うん、醤油。もうそこをね、やっぱり渡辺師匠の場合は白茶で言ってもらいたかったんですけどね。いや、これでちょっとこれをあれを作ってと。ちょっと
これだ。ちょっと入れすぎた、ね。これはもう半分以上取りましたね。ビーツスプラウト。どう？最高。トロのトロでとろけてますか？最高。これも。うん。2枚ぐらい。うん。行って行って。2枚ぐらいペニグ。薄作りやないやな今回は、うん。もうあんまり前から2枚ほど。いっぺんに2枚いくわけ。うん。そう。そう。それでこの。もうせっかく持ったらそのオーバーをいきなりもうバラして汚くしてやっちゃうという、まあもう何でもありですか今日は。何でもあり、うん、ありあり、いただきます、うん、もうねこんなもの長いこと食べてませんからね、まだね師匠は。持って帰る、どう、ええ、うまい。持って帰ってもあれで食べきらんと腐るで。最高、うまい、最高やろ。これ、これ、これ、これ何て言うの？食べられる？カンパチ、これ、これ、はい、どうぞ。レストランでね、これアメリカのレストランでね、食べたらこれだけでも多分どれぐらいいくの？まあ、100ドルは軽くいく。まあ、100ドルは軽くいくだろうね。うん。うん、だからこれももう、こんな、うん、師匠の、うん、師匠のホームメイド。そう、今日はまだこの後、漬け丼のトロとカンパチもあるし、その後まだあの茶そばもね、うんうん、ありますしね、うん、これいただきます。あの、いろいろありますから、うん、これ昨日、いや僕もシソ好きよ、シソ、うん、巻いて、シソ巻いて食べるの好きけど、この秘伝の、寺田師匠のポン酢、ポン酢最高でした。あ、それがね、秘伝や言うけど、まあ、漬け丼のあのタレがまたもっとそれより秘伝のね、うん、あれですわ、美味しい。まあ、美味しいけど、これ魚が新鮮なだけやからね、要は。いや、でもこのポン酢が美味しいの、うん、あ、そう、ありがとう、うん、中に何が入ってるんですか中何が入ってるか当ててください、それ、まあ、いろいろなも入ってる。僕は後でチラザのあの秘伝のタレ食べたら中に何が入ってるんですか言うてるのと一緒やから。僕何入ってるか分からない分からない、分からないものが入ってるっていう、分からない、うん、まさにこれあのあれですね、あの日本の、あの日本というかラーメン屋のね、うん、中に何が入ってるか分からないっていう状況、何入れたかよくも覚えてないですよ、うんうん、はい、そしたらまああの楽しんでください、カンパチの刺身と、トロの刺身がここにありますね。はいはい、そしたら僕のターンですね。だから僕は醤油とやっぱりポン酢をねちょっと構えておきましょう。ポン酢置いておいて、同じくやっぱりわさびをねサイドに置いておいて食べてみましょうかね。じゃあいただきます。まずそしたら私もこのハマチね、ハマチ醤油ね、醤油バージョンまずいきます。うん、鮮度がいいよね、コリコリしてるっていうか。いや、ハマチのポン酢バージョン、ネギ少し入れるっていうやつで、ポン酢も合うと思うよ。なんかこう表面がキリッとするって感じするでしょ。で、これポン酢の場合これね、意外とね、おろし生姜とかね、でこれを食べても美味しいかもしれない。意外と。じゃあトロ、醤油でこれでいってみましょう。中トロ。うん。とろけますね、これはね。いいです、美味しい、最高。はい、そしたらご飯が炊けましたので、これをですね、まず寿司酢と合わせたいと思いますね。はい、こんな感じでできてますよ。綺麗にご飯が炊けてますよ。ご飯もね、熱いうちに。はい、そしたらこの寿司酢をね、合わせていきましょう。少し行きましょうね。はい、そしたらこれでね、寿司飯ちょっと冷ましておきましょう。これで OK。 はい、
はい、それではですね、刻み海苔が欲しいということですので、渡辺さんにやってもらいたいと思いますね。刻み海苔どうぞ。刻み海苔、うん、やっぱりね、これとりあえずこれは一体何なんでしょうかね。寿司ライスがあって、生姜と卵があって、今刻み海苔が言ってますけどね。刻み海苔というよりもぶつ切り海苔ですね。糸切り風のあれではないわけですね、もう大胆に男の料理。これやったらもう丼の上で手でちぎって入れてもよかったという。そうですね、わざわざこれね。そうですね。はい、そしたら盛り付けしていきましょうかね。やっていきますよ。まずご飯ね、ご飯の上に入れましょう。まずはごま、ごまをちょっと振って、錦糸はこの上にバッといきますけど、渡辺さんはどんなのが好きですか？錦糸卵をバッと上にやるのがいいですか？それです。まあ、お任せします。錦糸を上に乗るのが好きですか？ビビンバみたいにほら、一箇所に乗せることもできますけどね。全体乗せますね。卵たっぷりいきましょうか。せっかくだから。ね、卵どっさり。どっさり。全部いっちゃいます、これ。全部いっちゃいます。見てください、これ卵入りました。卵入りました。ちょっとハマチいきましょう。少し使ってますね。いい感じに使ってますよ。次は、この見てください、このトロの浸かり方、こんな感じですよね。ほらすごいですね。いっちゃいますよ。これ見てください、このテカリ、このシャイニング見えますかね。これ素晴らしいですね。これすごいですよ。はい、で、まあ、ネギをね、真ん中にドカンと入れておきますね。まずネギドカンと入れました。生姜ですね。生姜はどうしますか？ハマチのサイドに置いておきますか、それともサイドにした方がいいですか、どちらが好きですか？僕はまぶしてください。もうまぶしとった方がいいです、はい、全体に、はい、全体にいっておきます。僕のはこんな感じでいいですか？はい、はい、そしたら私も同じようにいきます。一応ね、渡辺さんはもうこの漬け丼はね、一回作ったら食べてますから、ですね、だから大体これぐらいにしてね、はい、後でね、アディショナルをまた自由でやるということでいきましょう。こんな感じでいってますね。そしてね、次はね、もう一ついきますよ。これイクラですよ。イクラ、これがまたうまいですよ。これどうしますか？散らしますか、それともバッとできますか？まあ、散らして、散らしちゃいますか。バッといっちゃいますよ。これですよ、やっぱりもうこれでしょう、これがすごいことになるかもしれませんよ。いいですね。そしてちょっとこの貝割れもありますから、貝割れもちょっと乗せますかね。貝割れも美味しかったですね。この前にね、刺身をひとしきり食べてますからね、美味しかったですね。刺身もね、と赤身もね、やって、はい、それであとはですね、海苔なんですけども、海苔はね、もうすぐしなびちゃいますから、食べる瞬間にかけた方が取りたかったですね。
海苔はですね、もうすぐあのしなっちゃいますから、食べる瞬間にかけた方がいいですね。そしたらまず私の手をね、ドライブしておいて、海苔いっちゃいましょう。じゃあそしたらまずはこれですね。こちらの渡辺さんの買ったやつ。これはどうしますか、バラしますか、そういうのをバラしますか。バラしてください。バラしますか。僕の場合。いきますよ。できました。こんな感じです。いいですか？はい。来ました。さあ次は私のやついきますね。私のやつも。パラ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 っといきますよ。いっちゃいましたよ。はい。できました。こんな感じです。はい。見てください。チラシ。漬け丼チラシ。漬けチラシ丼です。はい。トロトロ。それでは食べましょう。はい、そしたらね、食べてみたいと思いますよ。これ見てください、最高ですね。これ使って1時間使ったんですよね。これタメさんのね、必死のシークレットのね、原料タレで1時間使った。まずね、あのカンパチの方からいきたいと思いますよ。これこれじゃないかと。これ見てください。卵、海苔、イクラ、カンパチ、漬け、いいね。いきますよ。ちょっとこれ写真これ撮っててくれる？撮れる？はい、そうしたらいきますよ。これ、うん、うまいね。とよう使ってるよ。ほな次トロの方行きますよ。これ、これ見てください。これ、これ見てください。ほら、ほら。行きますよ。これね、この中トロ、刺身で食べてもメルティングなんだけど、それに乗せてこのあの漬けてるタレが染み込んでて。このジュワーシュワーっとこう溶けるような感じ、伝わるかな。最高。もう一発いこう。トロ、トロもう一発いくよ。ほら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 、うん、うん、うまい。寺田師匠、僕の秘伝のタレは、うん、合格点、合格点でしょうか。合格点、まあもうちょっと僕つけてもいいかったかもしれん。もうちょっと味つけてもいいかも、いいぐらい。けどうまい。うん。うん。卵はいいね。卵欲しいから、またそれはそれでいいね。うん、はい、OK ですよ。はい、そしたら八乙女さんも食べてもらいましょう。寺田師匠と同じく、うん、まず最初に、じゃあ、あのカンパチからいきますか。はい。カンパチから、生徒。美味しいですね。はい、いきます。はい、この生姜刻んで入れたのよかったね。アクセントで美味しかったね。うん、生姜と、うん、この卵とこのライスのバランスが最高にいいですね。あのね、うん、最高。トロいってますね。うん、トロい、トロいって、いくらも入れて、いくらも入れて、はい、いいですよ。行きましょう。うん、いけてるかな。うん、うまい。うまい。満足。満足。オッケーです。そしたらね、コンティニューして食べていきましょう。私もそしたら続けていただきたいと思いますね。はい、それではまた後に帰っていきます。はい、そしたらですね、あとこれ茶そば、茶そば食べましょうね。はい、行きますよ。全部いっちゃいましょう。まずね、麺を洗いますよ。ちょっと後ろの方で入れといて、麺を入れて、そしてそこそこ冷たい水に入れて一度洗います。
ます。はい、これの量じゃないので、はい、たくさんここに持ってきましたね。ネギどっさり、ね、私もネギ大好きですので、ネギたくさん持ってきますよ。ね、あとラジッシュアンドネギ丼のようで食べたいと思いますね。で、わさびですね。ね、はい、そして、この刻みのりをね、ここに上に食べる瞬間にのせるということですね。はい、こんな感じです。はい、できました。茶そば。はい、そしたら食べましょうね。これね、これをタレにディッピングソースのところにこれを入れます、ね、そしてわさびもちょっと入れます。で、まあ、僕たちよくやるのはこれにうずらの卵があればね最高なんですけども、今日はうずらの卵がないのでこれでいきたいと思いますね。はい、入れます。そしてうん、最高ですね。このやっぱりね、温かいそばもあるし、ね、コールもあるけど、やっぱり僕コールが好きですね。うん、最高です。では、和田さんも食べてください。はい、そしたらどうぞ食べてください。いや、本格的ですね。ちゃんとしたこの、こういうの、ちゃんとザルもあって。僕は秘伝の僕のタレでちょっと食べてみます。どんなもんか。まあ醤油と、まあ、甘みのあるあれだから、うん、いけると思いますよ。はい、食べます。美味しい。いける。はい。そしたらまあゆっくり楽しんでください。それはまた後に。はい、食事はね一つ段落しましたね。まあ今ねコーヒータイムでコーヒーを飲んでるところですね。今日は、カンパチの刺身とトロの刺身に始まって、そして漬け丼ですね。漬け丼はまあ約1時間ぐらいトロとカンパチを渡辺さんの、ね、特別のソースにつけて、寿司飯の上に乗せてね、錦糸卵の、まあ、卵ですかを入れてやったんですけど、なかなか美味しかったですね。そしてその後は茶そばで締めましたね。そして今コーヒータイムです。今日の中で渡辺さんどれが一番良かったですか。いや、やっぱり漬け丼の最後良かったね。漬け丼美味しかったです。漬け丼良かったね。あれやっぱし小さなことですけれど、うん、手間暇かけてやるということが大切です。岸田も良かったし、生姜も良かったし、まあ、何よりもやっぱり漬けが良かったね。ちょっと甘みがあってね、うん、まあ、今回トロっていうネタもやってみたんですけどね。で、私はいつもあれ白身でやる、マグロでやるんでしょ。普通のね赤身です。赤身でね、まあ、パッドのやつは結構油銀があって、どうだろう、ちょっと汁が浸透しにくいところあったのかな、油で、うん、だけど美味しかったね。いや、あれぐらいで茶そばにすれば最高にうまいんですよ。茶漬け、茶漬け、茶漬けです。あ、茶漬けにね、うん、あ、はいはいはい。じゃあ次回はね、タイで、漬けてタイ茶漬けとかもやってみたいと思いますね、うん、
まあ、今回ね、久しぶりにね、渡辺さんとこうやってね、撮影したんですけど、皆さん見て分かると思うんですけど、新しいところです。新しいアパートです。ね、あそこのところもオープニングして出ましたので、もう外はね、暗くなって見えませんけど、ここは新しいところ。もうレイアウトはね、似たような感じなんですけど、新しいアパートです。はい、ここはまあ、ツーベッドルームにしてますけどもね、私は一人で住んでますよ。渡辺さんが住んでるわけじゃないですよ。ね、本当ですよ。ということでですね、私のアパートから第1弾の、渡辺さんとのね、制作するビデオ、第1弾、新しいアパートから。まあ、次回ね、ちょっと外までもしてたいと思うんですけど、まだね、新しいビデオもまだ出てきますので、よろしくお願いします。ということで、本日はこれまでです。さよなら。